じゃあ11レース走られます栃木の正木選手です。よろしくお願いします。地元のビッグになりますけども、ここに入るに向かって意気込みはどうでしょうか。まあもうやれることやってきたと思うので、はい、あとは楽しみです。前走がオールスターということで3週間ほど空きましたけども、それに向けてはどういうふうに取り組まれましたでしょうか。そうですね、オールスターちょっと不甲斐ないレースをしてしまったので、まあ、しばらく空いてたのでリフレッシュも兼ねて、練習もしっかりしてきました。やっぱり自分のバンクということでここは取りたいぞっていう気持ちが強いですか。そうですね、高校生の時から走ってるバンクなのでしっかり自分が優勝するので走ります。初日なんですけども、まあ、関東勢は一人ということで新井さんが作っている形になりましたけども、話を聞いてどうでしょうか。そうですね、サプライズ的なですね。やっぱり、まあ、しっかりと力を新井さんについたものを出し切るぞという形ですか、ね、そうですね、しっかり自分のレースして、はい、頑張ってます。まあ、ここを取ってまたグランプリに一歩近づきたいなっていう気持ちでしょうか。そうですね、やっぱりタイトル取って、まあ、ここも地元だからしっかり優勝して走るわけです。わかりました。では、地元戦4日間最後に意気込みをお願いします。地元をしっかり取れるように頑張ります。お願いします。